はい、どうもタンタン札幌店でございます。はい、札幌店の方にもアンタールウクレレようやく届きました。はい、でこちらご紹介するのがソプラノサイズなんですが、こんな感じ、こういった感じのソプラノサイズ、トップにはシンカーレッドウッドですね使ってまして、はい、サイドバックには非常にコア、木目の綺麗なハワイアンコア使ってますね。で、このトップのシンカーレッドウッドが結構濃い色合いというかな、な雰囲気なので、横と後ろのハワイアンコアもちょっとこういった感じでトップの色味の雰囲気と合わせた、そんな、はい、材料が使われた一本でございます。で、このモデルはバインディングがこうパーロイドですね、バインディングが巻かれております。そしてヘッド、UPT のペンがついてるんですけれども、ここに、まあ、青木さん結構ちょこちょこと、入れたりしてるんですけど、この猫のね形のこのインレイがヘッドに入っております。はい、全部コアじゃなくてトップがレッドウッドになっていることで、音の何ていうかな、音圧っていうのかな、音がすごく太くなってすごくパワーがある音になってますよね。コロコロっとした感じっていうよりもすごく音全体が太くドンと抜けてくれる、そんな印象の一本ですね。ソプラノサイズなんですけども、すごくこう音の力っていうのかな、音圧を感じます。はい、音色の雰囲気もね、もともとこの青木さんのウクレっていうのは楽器そのものが軽いっていうのもあるんですけど、音抜けがすごくいいのと、こうそんなにきらびやかな感じではなくて、すごく素朴な風合いの音色っていうのが特徴かなと思うんですけれども、まあそういった雰囲気っていうのがね、こう材料がこうコアとかではなくてもやっぱり非常にしっかりと出てる、そんな一本なのかなと思います。はい、はい、ということでこちらアンタールからですね、ソプラノサイズ、はい、シンカーレッドウッドトップにハワイアンコアの、綺麗ですね、ハワイアンコアのサイドバックを使ったこちらの1本入荷しております。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。